海岸線は台湾内栗建築南陣の竹南駅から台中港駅を経て、昇化県昇化市の昇華駅に至る台湾鉄路管理局の鉄道路線。台湾鉄路管理局の西部幹線の一部として建設された。通称は海線。実際の運行形態は中間線を参照。縦貫線歴史も参照台湾総特府により、 台湾中間鉄道が計画された際に内陸を通るルートと沿岸を通るルートの双方が比較された結果、台中市を経由する内陸ルートの方が旅客及び貨物の運輸需要が大きいこと、有事の際に漢方射撃による被害を防止できることから内陸ルートで建設することが決定され山線が建設された。しかし、山間部を抜ける名栗駅。 豊原駅間には急勾配が存在し、輸送上のネックとなっていた。第一次世界大戦の影響を受けて、貨物需要が増加すると中間線の輸送力不足が表面化し、運びきれなかった大量の貨物が駅に積み残される事態が発生した。1919年、当時の台湾総督、 赤し元次郎は急行バイク間を通る列車を分散させて縦貫線の輸送力増強を図るため平坦な海岸部に新線を建設することを決定した。1920年12月25日、山線の大田駅から清水駅までの通称、大田支線が開通し、1922年10月11日には海岸線の竹南駅紹介機関が全線、開業した。 それと同時に、海岸線は中間線の一部に編入され、追い分け駅を設置、海岸線から消華駅への直通運転を実現した。これにより、貨物列車が急行バイク間を経由する必要がなくなり、台湾の南北輸送が大幅に改善された。戦前は、急行列車を含めた長距離列車の多くが海岸線を経由するなど、 実質的な縦貫線本線として扱われてきたが、電化の進展や山線の路線改良により、現在は山線が縦貫線のメインルートとして扱われている。ありがとうございます。